皆さん、どうもこんにちは、しおりです。まあ、なんということでしょう。この快晴も快晴、絶好のサウナチャンスというわけで、新宿に本日参りました。はい、早速サウナぞと言いたいところなのですが、唐突のファッションチェックコーナー、ユニクロトランジット CT70、LL ビン、あ、全然尺が間に合わないですが、私テルマーユに初行きます。もう新宿なんて飲みの街っていう感じでね、飲みに行くことしか眼中にないので、なんだかんだ初めてだね。行くんですけど、この辺のゴールデン街などがあるディープな道を抜け、あ、右手に見えますのが、吉本さんですね。で、こちらも抜けますとございます。駅から10分ぐらい歩くかね。テルマーユ、ここはね24時間営業というのもありまして、私も何度か終電逃しちゃったらここ来ようって考えてはいるんだけど、そんな予定もなく今日まで来てしまいまして、で、料金形態はこんな感じ。ネットでねクーポンがあるから、それ絶対見せた方がいい。それで、まあ、大都会新宿というだけありまして、上に広いみたいな作りですね。6階建てかな。はい、ということで早速整ってきます。じゃあのー、はい、さっぱり最高潮、元気もりもりしおり帰ってまいりました。もう突っ込みたくて仕方がないこの、館内はさておきまして、まずはリラックスタイムですね。休憩所をご案内いたします。上に参ります。はい、ではまず3階ですね。 Third floor。 右手にございますのはエステが受けられる場所となっておりまして、で、左手はヴィーナスラウンジという、ヴィーナスしか行けないラウンジがありました。で、ここ地下1階かな。地下1階は、ヴィーナスじゃなくても行けるここの体操広いラウンジやソファー席がたくさんございますので、終電を逃した日なんかにはこの辺でお休みされるのはいかがでしょうか。で、私はありがたいことにヴィーナスという分類に所属させてもらっているのでというか、所属 してるみたいなので、ヴィーナスラウンジにせっかくなので来まして、あ、こちら奄美を見せつけている私です。で、やっぱり2000円ちょっとお値段がするだけありまして、施設がとても潤ってますね。安いサウナがもちろんありがたいけど、それなりのお値段するところってマナーがちゃんとしてるお客さんも多い、そんな気もしておりますが、いかがでしょう。そんなこんな、あまりにヴィーナスラウンジ気持ちよくて、1時間ぐらいちょっと仮眠をとってサメシのお時間です。 I'm hungry。 本来ね、ここの隣にエスニック居酒屋があったみたいなんだけど、多分コロナで今やってないのかな、のでこちらの和食屋さんに
来まして、なんとここ噂によるとツルトンタンの系列みたいなんだよね。なのでとってもおうどんの種類が豊富、そしてうまそうすぎる。で、店内も新宿にいることを忘れちゃうぐらいのシックでお上品な感じでして、あーで、これお会計もね、ここの中は全部ピッってやつです。はい、ということでまずブラックニッカハイボール。しかしそれにしても氷少な。乾杯。はい、見事にちょっと濃いめの阿佐ヶ谷姉妹スタイルにてハイボールを飲んでからの一言、めっちゃ濃い、褒め言葉ですね。はい、ということで本日のサ飯、鶏南蛮うどん着丼しました。もうこれぞツルトンタンスタイルといった感じで、あまりに大きな器で小顔効果が狙える、そんな感じなんですけども、肝心のお味はめっちゃ美味しい。もうね、何よりもこの出汁がめっちゃ美味しくて、多分鶏の出汁旨味ができてる感じだったんですけど、このサウナ後の塩味を欲してる体にね、もうバチコいきますよ。バチコーイ。で、肝心のサウナ情報なんですけど、もうね、なんでこんな来てなかったんだろうって後悔するぐらいには良かったですね。久しぶりに4セットきっちり入りました。とにかく綺麗で広いし、お風呂の種類もね、たくさんあるのね。あと塩サウナもあるのも良かったし、あとサウナが高温デーみたいのやっていまして、この日女のサウナってさ、結構低い温度にされがちなんだけど、この日はなんと100度近くあってね、もうそれが最高で、もう体が心配になるぐらいちょっと甘みがね出てね他の人に二度見をされるぐらいには甘みが出ました。はい、で2杯目乾杯ってしようとしたら、盛大に器鐘のごとく鳴らしてしまいました。なんかね、イベントが開催されてる日があるので、ぜひ私みたいに中途半端な温度だと整いにくいみたいな人は、高温でっていうのに絶対狙って行った方がいいと思うし、もう水風呂の温度も完璧だし、外気浴もできるしっていう、もう3ステップ。 あとね、ファッションタトゥーが女性の方だけなのか分かんないけど、そういう人でも入れるってなってたり、あとレプロナイザーだっけ、めちゃくちゃ高いドライヤーとかコテも完備してあるのでね、ほんと手ぶらで来てそのまま遊びに行ったりもできちゃう、大都会ならではありがたい、気遣いといった感じで食べ終わっちゃった。まあ私からしたら若干ブルジョワなお値段なんですが、でもそんなことも気にならないぐらいですね。施設の充実具合と綺麗さ、私はまたすぐ来ちゃうなと言った感じでした。で、これは最高潮に余談なんですけど、私この日身につけているありとあらゆるアクセサリーを忘れてきちゃったんですけどね、それを電話したら丁寧に探してくれて、なんか入れといてくれてね、次の日取りに行ったんですけど、本当に
至れり尽くせり、そんなところも含め大好きなサウナとなったのでした。ということで、みんなもぜひね、飲みに行く前、終電逃した時なんかにもおすすめです。それでは、じゃあのー。